10代目沖田総司に北原理恵。どんな理由なら教えてください。何のために生まれてきたんですか。時は文久3年、村田上陸したペリーは標高に太鼓が止まった。世は朝のように乱れ、金の砂漠が地点上あり、戦乱の様相を呈していた。沖田総司は女だった。今、幕末最大の悲劇が白日のもとにさらされる。天下は風雲急を受け、徳川300年の太平の夢は破れ、幕府は今まさに瓦解地点としていた。時代という巨大な回り舞台の一線となった男たち、歴史は一体彼らに何をさせようとしていたのか。10代目沖田総司に北原理恵。坂本龍馬演じます三方涼介です。稽古自体も初めてだったので、はい、こう何からやるのかわからないまま稽古場に入らせてもらったんですけど、すごく楽しいです。なんか最初は本当に嫌になっちゃうのか心配だったんですけど、すぐ挫折して、そうちょっと厳しいイメージだったので、舞台の世界はなんですごく怖かったんですけど、本当に皆さん優しいので甘えさせてもらってるし、本当に何より楽しいです。川家さんが今回はちょっとハードエロティックな部分を出していきたいというふうに、はいはい、言ってらっしゃったので、こう今までの新幕末純情伝のどの沖田総司よりも一番、抱きたい沖田総司になれるようにちょっと今回頑張っていこうかなと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。特に北原さんはね、まあ、生まれた初めて盾やってるわけですから、最初大丈夫かなと思ったんですけど、ね、まあ、よくここまで仕上げてくれたんですよ。沖田総司って女性としてもいろんな面を持っていて、でそのいわゆる何て言うんだろうな、こう天使と悪魔の間をこう行ったり来たりするようなどこかでね、ところがあって、その男を嫌が上にでも魅了するいわゆる向こうの映画とか文学でいうとファム・ファタールってやつですよね。宿命の女っていうか、そういう面をサロメとか例えばそういう要素を大切にしたいみたいな意味ですかね、うん、よかなんの首をくれみたいななんかそういうところがこうあるんですよ、自分の中で、うん、塚さんのヒロインっていうのね、うん、さっきも関係するんですけど、盾がやっぱり素晴らしいですね。腰のそのやっぱりなかなか女性じゃならない体勢というか、普段やらないような体勢で多分立ててやるんだけど、それができた時のかっこよさがすごくて、またその立てをやりながらセリフを言うってすごくこの作品でパワーを使うんですけど、
それをやっぱり今この段階で、まあ、冗談じゃなくて稽古4日目でこれができるっていうのはすっごいこの先が楽しみだなっていうのは感じますね。大絶賛ですね。はい、はい、ここ大きく書いておいてください今回はなんかこう去年までちょっとカットしていた関係性が復活してたりだとか、結構本当にほとんどの男性の方となんか絡みっていうか、なんていうんですかね、ちょっと関係があったりとかするので、なんかそういう部分を私は今まで10年間 AKB グループにいて、あんまり全然多分色気を出した瞬間がそんなにない10年間だったんですけれども、まあ、今後はここを卒業して一つ目の大きな仕事でもあるので、なんかこう今までとは全然違った面を見せていきたいなという気持ちでございます。はい、新幕末純情伝7月7日から新宿紀伊国屋ホールにて始まります。この夏一番熱い舞台にしたいと思います。このメンバーで一丸となって頑張りますので、ぜひ皆さん足を運んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。